ここに住んでみたいなと思ってもらえるような地域にするにはどうしたらいいのか。僕は市民税とか減らしたらいいと思いますけどね。うん、税金を減らす。本当にまあできるかできないか全然知らないんですけど、うん、タックスヘイブンというか、税金がかからない町、うん、市民税、県民税をもうタダにしますと、うん、そしたら都会の大金持ちの人が、まあ、住民票だけかもしれないですけど、こっちに移すんですよね。でそうすると、まあ、家も建てますし、それに付随したこういろんなお金持ちが集まるんですよ、やっぱり。絶対そうなるとね、はい、何の業種 も盛り上がりますし、そんなことしないと、他に魅力って言ったら、僕は分かんないんで、ちょっと教えてください。岩本君の行き着いたのっていうのは、僕も定住に対していろんな活動をしてる中、うん、日本全国どこでも一緒なんですよ、うんうんうん、でそういった中で、そこって言われると、結局岩本君みたいにこう惚れさせて連れてくるか、付加価値をつける、なんかそれぐらいしかないんですよ、うんうんうん、そうですね、ほんまに、どこでもいいんですよ。でも惚れさそうと思ったら、こっちから結構発信していかないといけませんよね。例えばその税金が安いとか、うん、そうなんですよ。魅力で町の違いってどこにでも自然あるし、本気になったらどこでも勝負ができるんですよ、生きていく上では。都会だろうが田舎だろうが、そんな中でどんなメリットあるかって言った時に、他とは違うメリットの部分ですよね。金銭面的な部分で勝負するか、本当その借家をタダで貸すとか、結構成功するところって実際そんなところばっかじゃないですか。本当生活支援を、生活支援なんですよ、うん、結局はさっき言ったね、1年は不安、絶対どこ行っても1年は不安な中、田舎で仕事をするって考えた時に、どんな仕事に就けるかもわからないのに定住ってまず考えるんですよね、うん、でそこの部分でちょっとでもこうリスクを減らしたるっていうことが必要なんかな、いいところじゃなしに。そうですね、うんリスクを減らすといいですね、ちょっと進んでみるっていうシステム。そのやれる子はやるけども、人間の半分以上はリスクを考えるんですよ、うん、そのリスクが誰もクリアせん限りはこう段階的に上がっていくんですよね。できる人間っていうのはそんな無視して上がっていくんですけど、大半の人はやっぱりリスクを考えた時に行き着くのは、僕は岩本君みたいな発想になるんかな。レオパレスみたいな1ヶ月タダで貸しますとかね、ゆるい移住ってなんかあるじゃないですか、うん、3ヶ月間はタダで暮らしますよ、まあ、そうです、お試し期間みたいな使ってみるっていうね、うん、でもなんかその子供たちが例えばその将来を選ぶ間の、はい、選択していくときに、はい、結構親御さんがもう残るなと、はい、外行けとか言って言うことをすごい皆さんおっしゃるっていうのを聞くんですけど、はい、それよくないですよ。で親が興味がないと子供も興味なく育っていく、うん、僕自身ももちろんそうでしたけどね、うんうん、ただ僕らは稀な方、ね、稀っていうかどっちかというと変わり者、うん、どっちかというと変わり者なんですよ、うん、の方やなんかなっていうのは、うん、なんで僕ら世代かその親世代っていうところの教育っていうのも、うん、そうですね、おこがましいかも分からんですけどね、教育っていう言葉は。そう、小さい頃とかにこの地域のことを知ったりとか、はいね、ここがいいなって思えていると、例えばどこか県外行ったとしてもまた戻ってくるって選択をね、はい、したりするのかなと思いますけど、うん、水谷さんとかいかがですか。僕らどっちかって今先ほど言われたように、その親って、ね、こう仕事どうするんやって大明日の俺って一切言わなんだ家庭やったんで、うん、で今先ほど言われたように僕もマレな方が。マレやね。マレやね。大事やね。あとまあ、その、普段やっぱね、その、自分自身がやっぱ感じ取って降りたいんか、おらんようになるんかっていうのも、やっぱ一つの、考えのあれやとは思うんですけど、まあその、今言ったように、親が、ここは絶対ええんじゃって、他のところは行く必要ないよっていうなのも考えつつ、その、まあ子供自体もね、結局、今が楽しいっていうふうに思っとって、でまあね、他の結局今の子って、その今インターネットとかな達者じゃないですか。で大汗でこうやって、ね、生活しとっても他のとこと国ないよっていうのはこれからでもまあどんどん分かってくれる子っておるんじゃないかなと思うんやけど、そういうのをもっとメリットとしてこう宣伝してってですね、していったら本当にこう今から出てく子も少なくなって、でなおかつこう若い世代の子で、例えばその
もっと田舎の方へ行きたいとか、あの引っ越して、まあ、今のおるとこは嫌なんやっていう子、あのよその子でね、よその子でする時に、まあ、追わせっていうのを、なんかその例えばインターネットでもそうなんやけど、あの要は広告みたいなので、あの、まあ、追わせでっていうのはちょっと正直あの、ね、失礼な話、あんまり見たことないんやけども、島やったりとか、あっち側の方の地域の広告でなんか例えばなんじゃらバイキングとかっていう、こう食べ物やったりとか、こういろんなこう他ではないような、もう食べれるものがこんなあるよとかなんとかっていう宣伝文句らっていうのは、要はあのインターネットの広告らでも出てくるんですよ。でそういうのをね、もっとなんか強化してもらって、あの追わせのなんかっていうなのがね、こう見えるものになってきたら、こう何この追わせって何やのここっていうのが出てきて、もっとそういうね、あここ面白そうやなとか、いっぺん行ってみようかなとかって、あこんな、まあ、さっきのカツオじゃないけども、こんな食い物も、まあ、そんなの容器あるし、いっぺん行ってみようかっていうのがどんどん増えて、こう今言ったようにそのきっかけとして、こう追わせを知ってくるっていうのが増えるんじゃないかなっていうふうに思ったりね、家買うってなってくる、まあ、当然その今言ったようにその物件の値段とか、うん、まあ、そんなには、まあ、多分第一、まず家の物件の値段でしょうね。で先ほどあったように、その例えば住民税が安いよとか以外にもですね、その今言ったように、例えばこうよそから越してくる人で、例えばその30歳未満とか40歳未満でこう新婚の方が見えたら、まあ、どっかの地域で一回なんかニュースであったような気するんやけども、あの国からの補助で、あの国のこの家買うのの、あの費用かなんかをその何割か負担してこう安しますよみたいな、そんなような感じな、あの PR みたいなのを発信しちゃったら、あの若い子とか、まあ、今の子も、ね、あのこれから結婚されるような人らでも結構こう追わせてこういうようなことやっとるみたいなもんで、いいんじゃないかっていうようなのがどんどん食いつかれるんじゃないかなと思ったりね。そこでの仕事ってどうなの、並行して仕事っていうのはしかなかったよ、うん、結局僕らも出てったのって仕事をしに出てっただけじゃないですか、うん、で選んだ会社の先が名古屋やったんか大阪行けって言ったら大阪行くだけじゃないですか、うんうん、基本的に仕事に振り回されるんですよね。うん、まあ、稼ぐための、うん、でも移住って考えた時に先住むことから考えるじゃないですか、みんなこういう時って、うん、はい、うん、住むための町がどうなるとか、うんうん、環境見ますよね、そこの環境を変えるんですけど、結局そこで仕事がなかったら誰も住んでくれんよねっていう話で、うん、なんかそこってのは両方考えていかなかんのかな。そうですよね、うん、うん、そうですね、まあ、でも来てだからこそ気づくとか、なんかそんなあるんですか、紹介して。でも仕事もないのにどうやって気づくんかな。うん、いや来てから、うん、来てから仕事考える人の方がめっちゃ少ちゃ少ないでしょうね。少ないよね。そんななんやろうね。だって金持ちやったらいいけどね。紀北町でも尾鷲でも大内山でもどこでもいいじゃないですか。やっぱ基本的にはやっぱ産業を育てて、うん、その産業に働きたいって思う人間をよそから引っ張ってこないといけないと思うんで、うん、そこら辺に力入れて。銀行さんやったり、あれちょい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 行政やったり、まあそこら辺応援してもらうべきだと思いますけどね。で、青さなんかすごい特徴のある紀北町でしかできないような矢口の青さをもっとなんか盛り上げるっていうのはね、人を呼ぶ、もっと地域を起こしてね、地域上げて支援してもいいと思いますよね。先輩の農家の方とみかん農家の喋ってたんですけどね。その愛媛とか有田って、まあ日本でも有名じゃないですか、はい、そこの方の農家の方ね、所得の差が倍ぐらい違うらしいんですよ。だから向こうは一旦出てっても息子とかその他の方も入ってくるんですよね、うんうん、結局官民一体その販売じゃないけど営業をいかに売り込んでいくかで、その、うん、ね、まあ、美浜町は所得半分やとするじゃないですか。今大体年間200人ぐらい人口が減ってとるんかな、まあ亡くなる方もいるけど、やっぱり若い子がそんだけ高校卒業して出ていくっていう、で、まれに帰ってきて親の後継いで農家やってるんですけど、やっぱり所得がちょっと少ないっていうのがあると、なかなか親の後継げっていうのもなくなりますよ ね。逆にそのみかん農家が活性化してきたら、そういうの周りに付随してなんか商店ができたり、僕らみたいな建築業が家建てる物件数が増えてきたりとかしたら、みんながこう潤ってる。そうですよね。これはまあね、役場の方とか、まあ、この何の熊の合わせひっくるめてのことなんですけど、こう
一つの力になって頑張っていかなくんじゃないかなとは思いますけど、ね、起爆剤の産業がなんかいいですよね。うん、結局定住って考えた時に一人二人じゃあかんすもんね。まあ一人二人ではじゃあ正直その町単位として考えた時には、うん、かそういった中人が移住しなくても幸せに暮らしていけれるスタンスを発信していくかですよね。移住しなくても移住するじゃ、いやもう少なくなるの前提で町を考えていく中で受け入れた先にこう田舎ってええんやよって思うのか、そこに抵抗していく移住者っていうのを考えていくべきなのかっていうのは、うん、正直難しいよね移住。そもそもでももともと人口たくさんいたわけじゃないですか、うん、その時は仕事は何されてたんですか皆さん。いやでここら辺だともう漁業と山漁師山市ばっかり、それが減ったっていうことですか。なんで山自体が昔っていうのは結構、うん、木材の価格も含め国が押し取った事業ですよね、うん、植林しようや、うん、で40年後になったらそれで家建てれば国だけで回し切れるよねって言ったのに急に輸入木材を入れたんで、うん、そういう計画が日本全体の計画が崩れとるんですよね実際、うん、林業と漁業の分が減って、それに付随して、まあ、いろんな設備産業も減ってた。そう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 。ってなると町全体のこう何か産業っていうのを町全体で考えな底上げにならんですよね。うん、なんで僕極端な話青さ例に出してあれですけど、青さって養殖業者がゼロになってもそこから青さっていうのは生え続けるわけじゃない。はい、取ることによってお金がゼロから生み出されるわけじゃないですか、うん、で山らでもそうですよね。植えたらお金になってそこからお金になるっていうシステムじゃないですか、はい、なんかそういったこう町本来のキャパっていうのが どこにあるんかなっていうのをもっと見直さな、うん、ただただこう住みやすいですよいいですよじゃなしに、この町でこんだけの産業が成り立つんやよっていうことを全体的な計画っていうのは本当はいるんかな、うん、ちょっと昔のやり方をもう一回見直すべきなんですよ。田舎は田舎なんで、うん、都会の真似してても都会のキャパにはかなわんので、まあ住んでる私たちが一緒になってこう考えていかなきゃいけないっていうところなんですね。そうですね、うん、地域の可能性であったりとかっていうことを考えて、まあ、移住だったら情報発信なんでしょうけど、定住とかその地元に子どもたちがこうここでいてよかったなとか住んでてよかったなって思ってもらうには、うん、やっぱりこの未来を私たちがこう作っていかなきゃいけないっていうところはあるのかもしれないですね。うん。